お待たせいたしました。引き続き第6期往来戦ベストエイト B タク2回戦の模様を届けしてまいります。司会実況の大和です。そして解説には中田かなプロにお越しいただいております。中田さんよろしくお願いします。お願いします。体育会場の方準備は整っているようです。それでは参りましょう。第6期往来戦ベストエイト B タク2回戦当杯の開始です。 立ち合い人友竹正春の合図によって二回戦が開始されましたまずは並びから見ていきたいと思いますちーちゃから関口なんちゃにこしょうじしゃあちゃに木村そしてペーちゃに籠の並びトー曲ドラはパーソーですさあ中田さん引き続きよろしくお願いしますさあまず一回戦非常に早いペースでしたが早かった、ね、そんな中 <laughs> この北国のアドバンテージと言わんばかりに、木村のまず一人行きのトップと。そうですね。出だしの三回連続の上がりが素晴らしかったですね。はい。もうその貯金をそのまま、ね。で、最後まで。はい。ただ、あの、と、得点、ポイント持った後も、かなり落ち着いた。 あの打ち回しだったと思うんですけれども、そこら辺はどう見ますか。でもう最初からね、最後までずっと落ち着いてましたね。そうですね。緊張は伺えないですね、麻雀には一切。はい。さあ、そして追う立場の三名は。まあ、残り。席はまだ。ね、合計二つありますので。そのうちの一つを取ればいいだけなので、うん、そこまで,で、ね。もちろん木村さんも安泰ではないで。そうですね。はい。はい、まだ全然気にするような数字では。 ないです、ね。もう、だすだったカゴさんでマイナス十五点六。はい,はい。もう全然、もう一回六千オールって言ったら、プラスになるような。そうですよね。数字なんで。はい。さあ、そこら辺、高打点爆発するのでしょうか。注目していきたいと思います。こちらは親番関口の手配です。ドラのパーソンが一枚入っています。故障時は、統一が目立ちます。ドラのパーソンが一枚、ドラドラをもらったのは木村です。 そしてカゴはこちらピン付系の手配 <laughs> うわこれはペン3ピンズバッと引いておおそうですねもうドラムを切る構えでねいきましたねペンチンソーが1枚切れで1枚表示範囲で、はい、ちょっとネックすぎるんでそうですね木村はこれ一気通過などできればかなりの高打点チャンスさあどうだ ただローピンはくっつきの候補として一応残してあります。さあカゴはここからまあ最高面端ピンああすごい。これでねチートイも狙いにね、はい、ドラがくっついく可能性もあります,、ね、りますし。ただもうな,かたん,なんかあないですかドラはないですね。現状なかったですけど、はい、手順としてはすごい良かった。良かったですよね。よよねドラを引っ張りつつチートイムを見てああ薄いチート。

先輩だったら押すすんですよ多能天だと、はい、一切いかないイメージが確かに、うん、さあ現状はなんちゃの小障司のリーチに対して関口がまあ形はキープしていたのですがで、ね、ドラをプラプラさせちゃってる時だったんでねそうですね いや木村もここは一応まだ形残ってますけどねうどううこういう順目がちょっと程よくみんなが困る頃なんですよねそうですね困る頃にリーチと言われるとね困っちゃいますねでもかみ合うとねバンバンって追い,追いかけられたりとかはいぶつかるんですけど、はい、迷ってる頃合いだったんですよねちょうど皆さんそうなんで。すよ サスチーピンはまだ山に三枚残っています。急走が帰ってきた。<laughs> やみちゃんでもね、あんなスタート悪かったのによく持ちこたえましたよね。持ちこたえてますね。二着ね、沈んで終わりましたけど。はい。二着で終わりましたね。そうですね。あ,あんな闇天のサブロキューはん。本当ですよ。ね、本当あれはしょうがないって言っていいよはい。 詰まっちゃってますね現物はないから、うん、ここは急走ドラマタギではありますが,まが、ね、ワンチャンスがねタイヤ落ちいといいドラドラのいいシャンテンなんで、はい、<応>さ、木村も詰まってますかいい、e、マンは数万の筋でもね、こういう初一枚切れなんですけど、はい、こういうのを丁寧に持って ね、1を切るってすごいそうですね、うん、丁寧な選択だなと思いますよど初もね一枚切れなんだよねそ<う>打ってもねっていうところはありますけれどもやっぱり自敗で打った時にね打点がつくんでね、はい、うんなかなか積もれないここに吸収されたいい、ね、どうしますドラドラゆえに初ぐらいないんだたらでも<あ>ウーピンとかありますね,そうですね ちょっとやっぱ、名残惜しいところも。じゃ、なんか他の人、関口さんが押してるから。急走ローソーって押してるんですよね。確かに。山も。関口さんに警戒してウーピア切らないんでしょうね。ピンピが全然切ってない。川なんでな、はい。関口はどっちかというと、困っているんです。<laughs> まあ、でも、一応いいシャンテで。はい。粘ったハムにも、崩しちゃってますね。そうですね。もういないですね。はい。 さあここは積もれるか敗退なら嬉しいうーん残念さあ開局トーン1局は小正治の一人天杯で流局でしたこれはね積もれば漫画クラスの点数だったので決めたかったんですけれどもまだまだ先は長いといったところでしょうかトーン2局に移ります親番は小正治一本はドラパーソーです アミちゃん、積もる時のリーチは手がしなるんでたぶんあー確かに <laughs> まだねリーチアクションもそんなに自信ありげではなかった、ねはい、<laughs> 本人もねまだ感触はよくないかなっていう感じこちらは木村ですが見えるはいかごはあまりハイパイはよくないうん 関口はまあ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 ,まあ,まあ、ね、親のまあ時チャンスっぽいですねこうなってくると、うん、<laughs> そうですあ、ね、他がまあんまりまくないまあ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 まが来あゃったと、うん、あそこはね 頭候補って感じでいいかもしれないですね。すねフリテプラスチーピンパーピンの盾みたいな感じで。さあ単ヤをないし,しまあいろいろと道はありそう。うん、いや木村のただツモが非常に伸びていきますこれ自然に単品とかドラ使い切れればピンフドライチなどになっていきそう。さんもね一通がちょっとこれで差しでしすか 完全に差しですね。完全にに差し。完全にに差し。はい。プラス単葉みたそうですね。さあ故障時も動ける形になっています。泣いていくか。うんここでジャンプができてそ、ね。そうするとね振り転のロキュピンが気になりますけどねでも、はい、現状全然問題なさそうに。そうですね。ーただロキュピンがちょっと薄いんですよね。ここ キューピンはちょっともうなあと1枚かやや薄めになっているさあ小生寺が手が止まります珍しいですねここはちょっと統いつでもちらっといや見てくださいこのツモの伸び勝手にさし子木村がいいですねあこれで振り点いいですっきりしかもドラムも使い切れる。 さあただ小しょじがいいシャンテン、ね、あと1枚しか山にはいないんですけど逆に引ければチャンスこれ引ければもうさあここは「ウーソー」で手が止まっているちょっと珍しいですねうん。 ああどうだ、小正司一チャン点当然ポンテン取りますか。<お>うわあ<ら>ドラも切ってきました。やび点。チ<血> <laughs> 一通か。一通ですね。いいうん。けど役がないから,いらい。ドラドラは嬉しい。えー、使い切れないなでも嬉しくないなあまり。そっか。嬉しくないでしょう。嘘を切っちゃってるしそうですね。ちょっと残念か <laughs> あんまり嬉しくはないなあ。 さあ、うん、来ない。関口にパーソーが重なってたんですね。ヨガヨナラこれ天敗です。これで天敗です。リャンウーピン、リーチに来ました。ここは。手役が崩れる形になりましたけれども、<す>タンヤオでリーチに来ました。そうですね。リャン、ウピンリャンウーピン。二枚切れ。はい。 <laughs> さあカゴは先ほど一通の仕掛けだったんですがい、えー、3色にスイッチここら辺も器用ですがああし8九はいでこれ9万とか振り点あっ貫ピン転ン引き戻してしまうと<ー>リアンピンがロンになっちゃいますねいやダメだやめたやめたやめた<ー>さあローピン対リアンピン小障寺どこまで押すか 何ぐらいウーピンはパイ。ね、何ぐらい何ぐらい9万これはリーチに通っていないチーマンのまたぎ筋いくここら辺はもう準備万端さあ木村のリーチ3層いるの 三層はな。一枚。ないですね。三層切ってるんで。ね、関口さんもちょっと頑張ってはい。そうですね。うわ、四枚目を積もったのは、こ障子強い。これはつ、力強いですね。タンヤオ。つも、ドライチ、二千オール。ね、リーチこそ、行かなかったですけどね。はい。強い。<laughs> いやー、これは強い上がり。 さあ故障子がもともとね打っている時の表情いいんですけれどもよりこう、うん、見てくださいこのもう完全に入り込んでます、うん、ですねいつも結構デレデレしてるそうなんですよやっぱり宅ではねキリッとしてますよね、はい、今日はみんなキリッとしてますそうですね本和歌タイプがいないですね本和歌タイプが喋、うん、るとねなまた違う、はい、全然違います。 これまああの結果論なんですけど、木村まあ三食崩れたし、タンヤオのみで、そうですね。闇天にしてると関口から多分先に出てたとは思うんですけど、はいはい、この辺のリーチ判断とか,、ね、か,かさっきまでの見てるところも闇天でいいのかなって気もするんですけど、何か理由があるのかもしれないですね。うん、すねちょっとわからないですけど、はいはい、先に仕掛けも入ってたし、ね。 これまでの見ると、ね、ちょっと闇点にするのかなと思ったりして闇全しそうなはいまあ結果はねただ本当にもう小少女を褒めるしかないとそうですね言わんばかりの、うん、さあカゴですカゴも統一が増えています関口2000オールだけど随分大きかったですね,ですねリーチ棒と、はい、さっきの自分のリーチボ棒も回収して そうですねーだいたい8 0点ぐらいですからね四万点になりましたね、はい、さあ関口は良い層を切ってちょっと柔らかく構えましたねまあやっぱタイヤをが本命なんですかねそうですかね動きやすいようにさ木村もいいシャンテンですかただドラのペンチー層がネックでこのチーソーが残ってないんですよね、うん こちらもネックの多圧ができてしまってどうなんですかね,すね <laughs> いいピン切りこれリーチ打ったところでチーソーっていうハはなかなか出てこなそう出ないしなんか積もるイメージもあんまり持ってないですよね,すよねドラヒョーはドラヒョーじゃないかドラヒョーはパスソーそうですねこれでチーソー先に切っちゃうか六チッパに<は>いや,いやこれでもちょっと 将来天ンジャストミートありませんこれリーチでしょうこれだって六チッパでパーソーとか来ちゃったら関口危ないぞちょっとね嘘二巡目でね五巡目も嘘でねもちろんペンチ層の目は消えないんですけど、はい、スッチ層はなさそうですもんねなんか理由がね打てる理由はありそう <laughs> そこまでね打ちづらくはない,い、はい、ただイーソーも無筋でチーマンは ちょいプッシュみたいな感じですもんねそうですねローアンが早いっていう、はい、現物はあるんですもんね現物はありますねこうですよね五六七などもああただやめた完全ブロックだ,だうこうなるとチーソーは相当出ないですね木村もテンパってますねペンチーソーで同じテンパオナテンオナテンですただ追っかけてはないですね <laughs> っていうことは木村やめる可能性もあるってことありますねこれぐらいは。そうですね。自分の目から運送は四見え。チーソーの景色は木村も悪くないとは思ってるんでしょうが。どうでしょうか。今回はリーチにはいきません。さあ木村の手が止まる。もうね。このランピンぐらいでやめようかな。<だ>そうですね。 やめるにしてもまあリアンゾーリアンゾーとかで粘れるあもう完全に、ね、完全に撤退ですねいやここは故障時山に残ってないリーチでしたがこう効,、まあ、効果的にはいナイスプレーですねここ今トップ目なんでねはい周りもラスにはなりたくないはいね打てないですよねいやー打てない この局面はやっぱりリーチが優秀っていうか、うん、そうですね打って得だと思うんですよね打った,たらいいですしいなくてもこうやって皆さんが受けてくれるうんうん、うん、まあここら辺はあの手配というよりも対人でリーチを打ってるっていう感じですよね天皇状況ですね、はい、自分が親でトップ目でっていうね、リーチ打ったらみんな向かってこれないでしょっていう その心理を生かしたような。トーナメントでね、トップ目の親にはちょっといけない、ね。そうですよね。なんかな。かすごい整ってればですけど。はい。さあ、関口も。かなりのチャンスでしたが、ここは撤退。山には残っていないペンチーソ さあ、ここは。三者、小型三者受けに回っています。木村も粘りは見せません。これで竜極、小勝寺の一人転廃となります。さあ、ここまでは小勝寺二回戦。 この場を制圧しているかのような。かなり。いい感じに。入っているんじゃないですか、うん。もう堂々としてますね。堂々としてますね。ちゃんと努力してきたっていうのが自信になってるのかなって。うんうん、そう、二十回ぐらい見たって言ってますよね。そうですね。二十 <laughs> 回見たっていうことは。二十回という数字をよく覚えてますよね。ま,あまあ、まず。ぐらい、ぐらい。そうですよね。<laughs> けど。 まあだから、ね、20日間ぐらい一日1回見えるみたいな感じでねほぼ毎日のように見ててきたってことですよね,すよねプラス、ね、セットとかでトーナメント練習してもらったり定番とかいつも見たっていうふうに言ってましたね,ねもう本当にマージャン漬けで、はいいいですねやいやそれぐらいはまあできるでんじゃないですかいです、ね、まだ、はい、何歳でも。 あドラはリアンマンです。ただねぐちえちゃんみたいに昨日対局二つこなして、はい、ねお酒を飲みに行くっていうのは若くないとできない。そうですね。そ,すねそれはできない。エナジーですね。<laughs> エネルギーが。大井戦とドラシ両方でだって言ってましたね。はい、すごい。そういえばいた気がします。すごい。阿山田さんも出てた、ね、そうですね。僕は大井戦運営からの WRC でした。日本立てだったですね。はい、ただ運営でしたが。 黒子で入ってたので、お結構疲いましたね。ハードです、ね。ハードです運営だからね、後に WRC を入れたんですけど。うん、打つんだったらちょっと違うっていう。さあウーマンで止まります。ここはドラさんのドラさん内蔵のタイヤを仕掛け。これはパーマン切りがいいですかね。はい、ここら辺もきっちりしてます。そうですね。くっつきが広いですかね。はい、こういう時は ジャンとを固定してくっつきにした方がうわーに安こ一回黙りたいそうですねこれは自分のためにねはい一したら下ろせるかもしれないけど自分が三安こになっちゃうかもしれない,いうそうそうそう高打点が狙えるんではいただ木村さんの仕掛け怖いですよこれね初知ですか初攻ですか ドラ筋のりゃウンわン、はい、ドラじゃない方ちいって言われると。はい。統一以上で持ってそうですよね。確か,確かに、確かに。二二三四から。チーしてるように見えますよねそうそうそう。まあ、あんこのケースももちろん。はい,はい。でも、あんこはね、ちょっと。想像したくないよね。ドラ,ドラじゃない方ちいわ。はい。テパ。ああ、テンパった。ローマンと。シャンプー。ローソーただ、これは変化があります。<laughs> ああ、ローソーだ。<laughs> ここはジャストミート、木村の上がりになります。タンヤオドラさん、七千七百は、八千六百の上がりに、リーチ棒がついてきます。激痛ですね、これは。木村、本日二度目のドラさんですよ。ドラさんって。前半ちゃん、こんな上がれるもんですか。前半ちゃんは、てないから二度目でしょ。二度 <laughs> <laughs>、ま、目。まあ、でも半ちゃん一回に一回みたいな。そうそうそう。マミちゃんも、さっき、リャンピンのドラさんが、来るか、ね、はい。 ドラさん出まくりでもドラさんの人はやっぱり勝ってますよねそうですね確かにグチち,ちゃんはまだ入ってないもんなそうですねチートイドラドラがありましたけどねうんあれはあれで嬉しいんですけどね,で,ねでも天板なかった一瞬瞬単気でしたねさあ親番は木村紫さあハイパイはト,ーツトイツがヨントイツドラはチーソーです ね取りこぼしてないっていうのがすごいですよね木村さん。そうなんかすごいそのチャンスでをものにできてる。いやー関口はちゃんとした国士。ウソあたりですか。いやストレートにトンからいく。うんなん六死七死七死ぐらいしかなかったら、ね、ちょっと遠いですもんね。新ルールになって九種九杯でね流せなくなっちゃったっていうのもありますからね公式は。 さカゴです。うんトントン。胡椒子チュンが統一うん木村。に差しも見える。そうですね,ね。とりあえず単位を目指してみようかなっていう。はいはいはい、なんか木村が今卓をトントンって叩いたのはなんかこう <laughs> 心を落ち着かせるなんかルーティーンみたいなのがあるのかもしれないですね。うん、落ち着けってどうするってなんか見直し。 でしっかり売ってる感があってなんか素敵でした。あんま良くないと思うけど。そっか。トントンに。そうだね。良くないそうです。それは進めない方がいいと思う。そういう癖は多分なくしてった方が。確かに。サインみたいな。なんかセかしてるみたいに髪茶をね。はい。タクトントンってやる人たまにいるけど。はい早くしてみたいなふうに勘違いされちゃう。はいからねそういう癖はなるべく削ってった方が。なるほど。卓上では無駄な人 h o 極力減らしていくってことですね。多分ね、本人無意識だったりするんで。そうですね。はい、こういうの見返した時に、え、こんなことしてたっていう。はい、私もありますからね。あるんですか。最近はないですけど、やっぱり昔は言われる。はい、なんか、また、なんだ、んちょっとした兆候で左手がタの上に出てたりとか。 そんな小さなことありますねつまり両手が出るってことですねちょっと左手が上がってるっていうのは言われたことはあるしさあカゴがリーチに行きますこれは手変わりも待たずにリーチ、うん、やっぱこの今日の感じだとリーチっていう言葉にかなり敏感な感じですよね先手有利に見えるんですけど僕だけですか多分さあ現代的ななんか教え方っていうか目,目安として、はい 速度でやる人が増えてると思うんですよ。やっぱ天杯なら押せ押してもいいけど、能天なら下がりましょうっていう。それ間違ってないんですけど、相手は天杯で自分は能天だったら部が悪いんでやめましょう。だからやっぱ天杯宣言をすることによってやめるきっかけになる。下ろしやすいですよね。で今日結構降りてますもんねみんな。まカゴ言うてもリーチしてるカゴも結構受けてるんで。 ここも木村「リャンソーはもう3層が2枚飛んでるのを見てのリャンソーかもう関口もここは回っていくできるだけリスクなくぶつけていこうというような思いが見えます産品は現物だ、うん、まあもちろん展望がね、うん、あのもう移動してますのでポイントとかもやっぱ行く行かないの判断は。 さすがに変わってくるとは思うんですけれど。ここもリーチに受けている感じですね。そうですね。やっぱまだテンパってないってことが大きいですよ、ね。なるほど,ここど。どうなんですか。踏み込んでいくっていうのは。大事じゃないんですか。やっぱりドラドラあるとか。<laughs> はい、人より優位な何かがあるならって感じじゃないですか。今現状そういう人がいない。 ドラドラの人がいないじゃないですか。はい。やっぱり後継のイーシャンテンっていうのもいなくて、はい。まあただ親の関口親じゃないか関口さん、はい、安めの関口さんははい。行きたいので、そうイーシャンテンでまだ粘ると思うんですよ。はい、粘ってます。なそれぐらいですよね。やっぱり。うん、でももう順目がね、こうなってくるともう上がりが見込めないので,で、ね、多分やめることになるのかなっていう。うなるほど。 たたまたまドラドラとかドラさんの人がいると痛い目合うかもしれないですけどうん、うん、そんなことってあんまりないんで一回戦の何一曲はねみんなテンパってて <laughs> うん、うん、ぶつかり合ってでもあれは仕掛け合いだったですよね,そうですねリーチじゃなかったからかただヤクドラ1のみの関連ン,リアン,マン行きましたねパーピン。たただリーチはしなかったんで,そうです、ね 持ってるわけじゃなさそうですね役はないですよね、はい、ローピーのワンチャンス転廃量も大事まあ大事ですね関口にとっては本当大事ですまず加点ができてないんで全然はい。千五百でもね大きいですね、うん、もらいたいですよねまあこのリーチがねやっぱりね今関口さんが押したことによって、はい、木村さんが今ちょっと時間を使って考えて ましたね、スーピンの筋でチーピンを選びましたが押してきているのは関口さあ天杯はキープ関口できましたね相手でいたりですねうわ、えー、ローピンここは籠と、えー、関口の2人天杯で流局となりますさあ籠がリーチのみの手でしたが まあこういうので油断するとカゴが実は高い手の時とかも結構あるんで、うん、本当レンジが広いからカゴも捕まえにくいところはありますよね。うん、そう打点は全然わかんないですよ。そうなんですよ。ベスト十六でもねこう小馬で競り合いのところから最後。うん ノーミスの名本ンンチートを倍満積もって一気に勝ち上がりを決めてこのベスト8に臨んでいるカゴ、うん、どんな手でも同じような表情のテンションで流れてくるので,です、ねはい、ほんと読みづらいですよね。 やっぱりこうリーチにうんって瞬間の迷いが傷になったりすることとかもマージャンあるじゃないですか、うん、ありますそれで結構ヒントになってますね,そうですよね安いのかな待ち悪いのかなという結構わかるもんですけどねそうですよねかさんはわらないです、ねはい、そういう面では小障児とかも結構スッスッスッといくタイプなので何、ね、か自分でもキメがあって、はい、多分迷ってないからこっちもわかんないんですよね,そうですね こうしてこう手を曲げられた側はちょっと辛いわー関口総図が押し寄せてくるがどうします一目に切っていきます <laughs> 相手次第ですね相手次第中田さんは結構切っていくイメージあります相手次第です次のツモが総図だったら七万切るんじゃない次ならそうですね万ン、はい、いらないですね、はい、あと次次配とかでもいらないかもしれない一あそっか七八九とかではないってことか やっぱ一色か。一、ね、色ですね。ただねドライ使えててね。そうなんですよね。まあリーズもドライみたいなのはちょっと強奪もあるしね。一回上がりたいな、はい、上がりたいは上がりたいですよね。だから、うん、あペン三万。数層とか入ったらリッチにしちゃうんじゃないですかね。そうですかね。さあトン四角ドラは小さいただねもったいないですよねちょっとね。 うんやっぱり行くんじゃないですかあ染めてに行くねねねこの方がいいと思うしかもね関数層で泣いてそうなんか待ってれば二六リー打てるあ運送が入ったいやまあまあまあでも二六打ち打っちゃいますもんねそうそうそうそなんかそれよりも内定八千とか一万二千うんこれ一万二千ですからね一万二千コースだよねこれは一万二千ですよおナイスい印象がないんだよねはい印象がないことは 本人はわからないですけどね。まあただこの順目でなんか出てない端っこって、うん、いいですよね。結構なんかなさそうっていう。うん、しかもじゃあ天敗だサブローマンこれぶつけていきますかね関口。頑張りたい。頑張りたいよね,ね。おやりなんだよね。でまあこれは当然またリーチのみのカゴのリーチなんですけど。 どこかでね、こう、モロハンの剣にならないか、ただね、ちょっと心配なんですけど今回は、町川三郎ははい。なんでね、うわ天敗半数層ですよこれはもうどこまでも行くんじゃあ、数層,ここ数層もこっちに来てるすごい、数…数層がうわないあ、数層行ったこれは現物だった古生寺が、この珍逸ドライチに飛び込んだ一万二千は一万二千三百、うん いやや関口さえやりましたね先ほどの宝珠殿一気に<ご> <laughs> うーんこれはまだ天敗じゃないだろうとそうですまだ余ってないんですもん余ってなくていやー関口もいい顔してますいい表情だいやよく勇気持って染めましたねー染めましたねー ちょうど一目つ落とすのって結構まあ勇気いりますよねそうですね特に負けてる時にねはいいやタイミングですよね今じゃなきゃそうそうもうちょっと押してんのを見てるとスースー止められるんですけどそうですねたった今天杯しかも本当とをね今通った範囲ですから一メンつ落としたところでさあ関口もういいシャンテンですよ あこれはトップ目のすごいきっかけになったんじゃないですか。これきっかけありますね。きっかけですよ。いやすごい覚悟でね。ああいう上がり中田さん好きじゃないですか。私はやるんですけど。ややるからやるってことは好きってことですよね。やるんですけど、はい、そんなこんな二十代の時にはやれなかったんじゃないかな。ええー、本当ですか。 っていうかこんな二十代でこんな大きな舞台に立つことがまずないですしまあ,まあまあそうですね人に見られて映ったこともないしもう全然想像もつかないことだと思いますよここにいる人たちの気持ちはそうですね、うん、さあドラドラ関口どんどん手が高くなっていくここもゆったりいきたいですか小層とか急ピン落としていくかストレートに数層、うん、ここはストレート ウーピンにくっついたらキューピンみたいな感じですね。うですねでもうンパっちゃったらそのままリーチもあるんじゃないですか。ありますか。シャンプーも別に悪くないよっていう,う、ね。っていう布石の数層ですか。うんとりあえず。キューピンは一枚切れ。ね、あこうないとちょっと痛かったい。これは痛いですね。<laughs> どうする？官老層に決めるか。ああじゃここは。 さあ小正司が炭やを方向でまとまりつつあるいや木村もいいぞここはいいま切り5673色あと、うん、からペイペイってできるんで安全な手順ですよねはいこれ変にね1通とか意識して3万とか切っちゃうとすごいマイコになるんでいやー<う>来た来た来たペイペイやらないんだペイペイやらないえ<ー>ペイチャではないねえ ペーペーあるかなと思ったけど。何かこれ要因ありそうですかね。いやでもやっぱシャンポーンの最終形もよくと。見てるか。ーーこっちのが、ごろち確定みたいになるかもしれない。うん、まあ、そうですね。なりやすさはありますね。すあとやっぱり安全牌として。ペを取っときたいみたいな。はい、ああ、なるほど。うわ、痛くないですか。これ。痛いですね。結果めちゃくちゃ痛いですけど。 でも、これも踏まえての吸番切り。あ、今度戻した。うん、今度はローワン引けるかもとか、チーもあるのかな。うん。さあ。これ、関口が来ますよ。すね、そう、してる間に。もうマックスです。そうですね。ちょっとこれ、ワンミスがちょっと痛かったか、ね。痛かもしれない。胡椒じ。こちらもいいシャンテン、タンヤオでさっとさばくのもあるのか。来るぞ。 あみちゃんの復習タイムが入るあ<ー>。ああ、死がこれだと今度なんか健康参考なっちゃう。ちょっと大丈夫ですかね。でも単葉で。はい。いいですもんね。天杯だけなら多分。はい。さあどうなる。カゴは白を四枚持っていて、どっか かのタイミングで勘はすると思うんですけど <laughs> いやただ安全牌なんで<ー>知らないんですよ多分今もうやばい気配察してるんですよそうですね勘か <laughs> こちらは勘、うん、私がやばいのよとまああとやっぱりね自分以外の方が手でいいんじゃないかなっていうのは、うん、いやでも木村今これ泣かなかったですねまマンズなら泣きたいんですよね振りテンむくみの りり一応天敗、感動そう。まあ、取ってもいいんじゃないけど、ただスーピンっていう牌は大丈夫かなっていう。リーチだ。リーチ。<laughs> <laughs> そうなんだ。うわ、リーチだと、これ数層とか。<laughs> すごい打ちづらい牌には見えます。えー たらなんかしら安冠したかったなと思って、ね。うわーこれは辛たんですね、えー、ドラドラなのに。やめちゃうの。やめるか確かにまあトップ目ではあるが。やめたくないな。そうですね。まあこっちはねカゴさんの手を見てるから。はい言えるんですけど。そう。官老そうここもカゴ。うわ,おか,うわーおかえりなんだけど。ていうか天杯だったか。そうなんですよ。 勝つないからね、知らんつって <laughs> っちゃい切っちゃいたかったなぁいやまだね、これ白のアンカン入ってるとちょっと恐ろしさも増すんですけどね、何もわかんない状態で自分がドラドラなんでこれはただもうこうしてしまった以上ちょっと受けざるを得ないですか、うん、関口もでもキューピンって安全牌じゃないあ天牌。 しかも最高めになりましたよ単品イーペーコ高め三色一番高くなって帰ってくるやつウソーとかこれはちょっとずるいなイーペーコと単位をつきましたよずるすぎるなちょっとこれウソーはウソー手の中に二枚1枚一枚一個ぐらいありそううわー怖いローソロンパイこれはやめれるか もう、まあもうやめてるはずなんでね。何なら大丈夫ですか。スーピン、スーピン現物で、スーバも現物。スーマそうですね、全員の現物ですね。いや、木村がここは最高めで張り返しました。<laughs> 木村と加藤の二人展開で流局となります。加藤。あ、加護です。<laughs> いやー。そんていたっけな。<laughs> 加護、加護です。<laughs> はい、失礼しました。 <laughs> すごいすご,、ね、すごかったですね木村のあの盛り返し方 <laughs> もう曲がりられなかったからね,ねただ現物だったしウソもね嫌だびっくりしたねあれうんさあ何2曲ちょっとね小正寺の親番ちょっとみんなフラフラした曲だったからそうですね <laughs> さあカゴです カゴはまああのリーチして関口があれだってもピンフドラドラリーチ入ってましたからね。スッチーピンでテンパイになりますね。はい、数万入るんで。スチーピンあまり出てない？出てない気がします。上がれてはないか。出てないです。うん、うん、出てはいない。めちゃめちゃ強くいって裾、うん、切って上腕切ってみたいな展開で。そう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 。でもで出てないです。出てはないです。ただ親番続行できてたねっていうぐらいですよね。 だし逆に、ね、籠、うん、のこのリーチは、やはり。破壊力があるってことですね。まあ効果的ではありましたね。うん、ねはい。結構リスキーなんですけど。リスすよあれで、ね、嘘をつかんでたら最後三相だったけど。嘘だったらとんでもない。いやいややばかったですよ。さあ、ドラはなんとなっています。でもね、調子悪いからね、こういうの、ね。でわ脇村のツモが、うん、カンパーソ。 木村の息がカンパースをすごいすごい木村の木村の息が良くてカンパースを待ちの天ンになりました。はい、す。すごいもうああ <laughs> もう出ちゃった。もう出ちゃった。<laughs> チュン1600の一本馬1900点いやーこれは木村。来てますねこれね木村さん後押しがすごい。 <laughs> 何の何の阿東北からの阿東市ですよ。北,北海道の北風が吹いてる？そうです。北風が吹いてます。<laughs> 本当に。強い強風が寒い。寒いですよ。めっちゃ卓上です。みんな寒いと思う。そうですね。さあ親番で木村さらに加点できるかドラはリアンソーです。ほんといつまたハイパイが。 見てください永田さんそうですね整えましたとはこのことですよドラリアン像なんでね伸びてくるでしょう。ところそう打点はないけどここからねソーズ32ってくる分ですよど打点をつけていくか一旦刻むのかなっていや刻まないでしょう。いやわからないです親だからとりあえず僕の予想ですけどとりあえず二千点ぐらいで刻むまでもなく高くなりそうなるほらそう もうくっつきですよ。とんのみの二千点。いやいや,いや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 。<laughs> いやいやいや、そんな。いや、でも関口もいいですね。ね、ドラがね、くっつけたいですね。もう、はくも、ほら。これ三色とかもね、そうそうねなるかもしれないし。メンタ三色。ね、夢も希望も広がるような夏も。 さあ小しょはちょっときつめですね国士見ながらっていう感じですかね,ねー,キューピン1枚浮かしてます籠はチューンのポンテのイーシャンテンさあこれでドラはドラ,ドラならやっぱチートイにしとくわって9ピン返してと思ってるかもしれない小しょ

リャンゾーのドラがいいんだな。三品は一枚切れですよ。さっきよりもなんか街はあんまり良くなってない気がする。リーチなんですね。このリーチ判断いかがですか？うんう、わかんないですね。するならね、最初のイースーピンシャンプンでもそんなに変わらないかな。そうですね。ただね、ドラのリアンゾー待ちたいからリーチしないっていうのは全然ないですけど。はいはいはい ただここはリーチに踏み切りましたかな見えてない数ピンより一番見えてる換算ピンの方がはいいいのかもしれない、はい、なそっぱいって怖いですよね怖いいないかもしれないっていうそうですねなんか一枚切ってる人がいるとちょっともしかしているかもっていう、うんはい、さあ関口はローマンが暗号になって現物は長くて筋のパーソ層あたりですか 一応イーシャンテンはキープできるウーマンからいったワンチャンスですかローマンの、えー、さあ緩賛ピンは手の中に1枚場に1枚切れてて残り2枚さあいいピンああ木村はもう完全にこれ本当にこういう作戦なんでしょうね いや落ちてもいいって思ってる感じすごい伝わってきますですね今もトップ目なんでね、うん、ちょっとラス前ルトップ目だともう、うん、ここを放置しなければ浮いて終われそうなんでうんうん、うん、さあ関口は三品はロンパイですよ三万が貫通 三品がなくなってこれいい天しだいいイだ良い,い数層3アンコ確定です、えー、三アンコドライチ現物の数層はいこれ数層危ないですねと言い,い何も見えてないですねはいいいそうあ、統一の人がいるのかいやでももうでもいますよ、ね、ていうかこれウーマンアンコになってるから三層ウィアソは切れんけど余 <laughs>、まあ、<laughs> が余なら余が余ならですね、はい 本当だうわあんこだそうなんですよ多分分かってる本人もいると思うんですけどううこれ積もりスーアンコの変化したらしますよね酸素酸素切れないですもんね酸素,リア,素ねリアンソウね酸素リアンソウはいこれであんがくっつけば素直にねそうなんです、ね、切るけどさあいいす素う<素>もうカゴはない,ないから うわあ、わ<ー>来たパーソーパーソパーソー2山パーソー2山怖いパーソー,山ー,ソー山2<い>ーソー山っアンソも一山1三山 !3 山数山スアンコあ、1個減った !2 山関口1個,個 1>,、はい、!1 個減って2個いるのはい、一個減って二個いる。カゴの町はないさあ、ウーマンをもうアンコで捨てている<だ>さ。その先があるかパーソー2山パーソー2山,ーー山決めるか え、出上がりでも高くない?。出上がり、タンヤオといといさんあんこ。ドラドラ。ドラドラ、タンヤオといといさんあんこ、ドラドラ、ハネマンこれ、リーチ打った方がとく、お得なやつですよね、違反あんまりなんで。え、パーソンは?。関口。関口、パーソンは?。行くよね。パーソンは?。パーソンも積もれないか?。積もれない。ハイテイなら一万六千。あ、そうだ。ハイテイなら一万六千。一万六千か?。うわ、抜けたイす、そう。 嘘。そうだった。ク<ー>いや。しびれる。追っかけで言ってたらみたいなね。いやでもこの手代わりしちゃうし、だってどこ行ったのパーソンは。どこ行ったの？ワンパイです。<laughs> いやこれカゴはだって街ないの開けられて見てないって分かったからマジ捕まなくてよかったって思ってるでしょうね。 うんなんかあんまカゴさん気にしてなさそうな<嘘>うそ、ん、俺はもうほらか全然んっていう僕めっちゃ気にするんですけどう,うわあぶ危ねって思いますけど私も思うけどカゴさんはもうあのそうなんかそんなこと気にしてたら無形理って言ってない,でいやでもそうですね、うん、さあとはいえこれもこう守護神に守られてるというか <laughs> 守護神新潟のね 今日はきっとみんな応援しに来てくれてますよぐちぃちゃんこれ後で見直してあそうどこやんってそうですねこれはあの関口の大好きな「酒のつまみに」一曲えー、悪酔いしますよ悪酔い <laughs> 確かに悔しい確かに悔しくてか逆にさあ贅沢のな悩みポイント状況を整理しましょうか浮いているのは木村関口 ただ小商寺もカゴも人上がりで受けるような形関口はこのまま浮き湯で終わらせたいですね現在トップ目は木村ただ小商寺がもういいシャンテンだちょっとでもね早くて軽いそうですね木村も終わらせられる手は頂い,いてますしかもこれ木村間違って間違ってというか 2, 2戦連続一人行きとか相当ででかいですよ、ね、うんまあでも普通にトップ2連勝でも十分,十分だし一、はい、人行きじゃなくてもいいかな4ポイントなんではいはいはい 2>, 2連勝は相当でかいですね2 4戦のうちの半分とはいあこれはなんか二度受けをほぐしたい気もそうですねウッパーピンの方を切るかな今パーピン見えたからそうですね7切 <laughs> で、でも六だけ切っとけば、一応。そ八もカバーできる。いいんじゃないかなと思います。はい、これ細かいけど、大事ですよね。まあ、そうですね。八も一応いるのか。次のツモがわからない以上ね。で,ねできるだけがっかりしないような選択をこうし続けたいですね。ウーピンもカバーできてますし。リーチのメインになっちゃっても、リーチかなあ。あ、これでまた流行りのツモ数になるかもしれない。流行りのツモ数、逃さないようにスーピン切り。スーピンですね。 ポンポンも、そんなしにくいはいじゃないですか、ね。そっか、やっぱり上がりたいから、はい、形では。うわ、来ちゃいましたよ。来ちゃった。とりあえずパーピンじゃないですか。三相。しパーピン、ああ、三相か。これは安全度的なところもありますかね。うん。まあ、もう打点は、おわない。そうですよね。そういう構えですよね。ねただ、やっぱドラは切らない。うん。裏切ってね、ドラポンとかされて。 たらややですからね。いやですね。いやーこれただ関口もちょっと時間かかりそうだし、カゴもまだちょっと手間取ってるんですよ。ほら、これ切らない。<切>我々は切らないあ、これはじゃあ打点にこだわらあ一応ね、僕パースを切るのかと思ったんですけど。うんうんうん、一応ギリギリまで。うんドラはね、ヨガよなら使えたら嬉しいですもんね。重なっても。ね。 あーそうはああと1枚ありますカゴがねドラドラなのにこの得意の動ける形じゃないんですよそう単ヤをもう確定してないちょっとつらい関口もつらい上がりがあるとしたら小庄司か木村かん<ー>うんここで形決めたきた パーソギリリーチもあります。や、だみたいですよ。だから、そっと、優しく置いて。優しく置いて。これ、ウーソローソ。これね、酸層回送し、あ、でも、リャンソウも。あ、これ、ローソ大丈夫。ローソ大丈夫。あ、あんこだ。大丈夫です。ウーソも危ない。っていうか、ウーソが危ない。これ、飛び込むと、千三百、まずい。あ、関口。そうなん。千三百、千六百。はい。まずいです。 すっげえ痛いですうわー終わってないでもてる人にとってはありがたい3そうねになるよねうわただ嘘を積つも<あ>ここは木村の上がりになりますンヤを積も500戦は600100さあ以上の結果をもちまして2回戦が終了しましたトップから2連勝木村そして2着に関口3着に加護 そして4着に小障時の並びで終了しております。